あの龍ヶ崎凛の読み方を海外のリスナーさんは間違えてますっていう話をしたかったんだ。あのフォールガイズやってた時にもちらって話したんだけど、なんかファンアートを書いてくれた海外のリスナーさんが僕のことを龍ヶ崎ルネって書いてたの。レネ？ルネ？なんかレネかルネかなんか書いてて、でさ、そしたらなんかさ、海外のリスナーさんって言ってるのにさ、日本人であるお前ら人間どもがさ、なんかリニさん、ルニさんとかなんか小学生の悪ノリみたいなこと言ってきてさ、いや、リンって言ってんじゃんって、リンって言ってんじゃんって話、ルネさんですかみたいな煽ってきてな。何よ、辰ヶ崎レネは全部間違ってるんよ、全部間違ってるんよ。それは何ヶ月僕のこと見てるんだ、辰ヶ崎レネは全部違うんよごめん、俺も最初レネかと思った。あ、本当にリン。ここにもこれちょっと拡大するか、龍ヶ崎、まあそのままで読んだレーネって読めるんだけど、その僕初配信の時にも言ったんだけどさ、この僕の名前ってリンっていう名前って、まあ、僕マテーシュガーリリックっていう探偵をしてるじゃないですか。でそれをシャーロック・ホームズに出てくるアイリーン・アドラーっていう女の人の名前からばあちゃんが決めてくれたっていう話をしたと思うんだけど、僕はそのアイリーンのアイリーンが R-E-N-E って書くんだよ。そこから名前がこうリンになっているんだよ。シャーロック・ホームズ一回も見たことないけどな、僕は。ドガワ・コリーン。ドガワ・コリーンじゃないんだよ。違う違う。アイリーンならアイいるよ。おしゃれでこうしてるの知らんの？飛ぶ馬って書いてペガサスくんとかっていう名前つけるキラキラネームあるだろ？それと一緒よ。僕の名前はキラキラネームなのよ。それと一緒なのよ。キラキラネーム、飛ぶ馬と書いてペガサスくんとか読み出す親いるでしょ？そういうのと一緒よ。僕リンはキラキラネームなのよ。アイリーンはありきたりな名前って海外に気が言ってる。そうだよな、アイリーンっていう、なんかどう、それどうコメントすればいいんだどうコメントすればいいんだ。だから、まあ、僕はその日本人に馴染みやすいリンっていう名前にしてるだけで、こうリリンって書いてるけどもリンちゃんだよっていうお話なんですよ。そういうことよ。正直な話、リンのスペル間違えたんでしょ。リンのスペルぐらいわかるわ。 R-I-N だろ、わかるわ。リンのスペルぐらいわかるわ。僕がいくらバカだからって自分のリンっていう名前のスペル間違えて R-E-N-E って書いてあるじゃ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 、アホが。え、もううるさいな。アイリーンが求めネタとしてもそれならリンになる。うるさいな、うるさい。リンはリンがリンっつってるからリンなの。キリンちゃんって呼ぶんか僕のこと。じゃあこれからキリンちゃんキリンちゃんと呼んでるリスナーはキリンちゃんって呼ぶのか。呼ばねえだろ。龍ヶ崎リンってカタカナで書いてるんだからリンって呼ぶだろ。うるせえな、ほんと怒ってんだ僕は。バハマムとかじゃないんだよ。僕が龍ヶ崎リンって言ってるからリンなの。わかってる？わかった？わかったって言われた。はい、わかってよ、リンちゃん。かっこかわいいね。今日もかっこかわいいね、龍ヶ崎リンは。で、終わっとけばいい話なんだよ。関ヶ原リン、もうガーしか合ってないんだ、それ。ガリンしか合ってないんだ、それ。関ヶ原リンは。もう。やめて、本当にいけないんだよ、人の名前でさ。そんな自分以外の人の名前でさ遊ぶのよくないよ。じゃあ自分の名前をさ、うんちって呼ばれたら嫌でしょ。それと一緒です。ダメだよ。
そういうの、小学生のいじめみたいなことするの良くないと思う僕。ダメだと思うな僕は。いつかお前の家のポストの中に大量の砂利入れて帰ってやるからな。分かっとんな。絶対お前のポストの中に大量の砂利入れてやるからな。砂5トンぐらい送ってやるからな家に。本当。もうそうやって僕のことをサンドバッグみたいにして楽しんでるんだろ。はいはい、知ってる知ってる。それぐらいな、それぐらい人間どもの生活は荒んでるんだもんな。日々いろんなストレスにまみれて頑張ってるんだもんな。まあまあまあ、僕がサンドバッグになってやらんこともないけどな。まあ、でも僕のサンドバッグは殴ったら殴り返してくるから、それだけ覚悟しといてもらって。普通の通常のサンドバッグって殴る一方じゃん。殴り返してこないじゃん。でも僕の場合は殴り返すから、よろしくな。137倍ぐらいにして返すから、よろしくな。